それがあの高さで、しかもその前に164キロを見せられてのスライダーなので、もうちょっと、はい、解説できないですね。9月13日オリックス戦、打者糸井の時に日本プロ野球最速の164キロを記録しました。しかしこのファイナルステージ第5戦でまたしても出しました。165キロが出ました。プロ野球史上最速165、また一つ記録を破りました。大谷翔平、信じられない投球を見せています。まだどう